倉庫。そこそこラジオ。亡命のために泳いで北海道まで来たなんていうロシア人のニュースがありましたが、どうも関西で喋り手などをしております倉庫と言います倉庫そこラジオ。今回のテーマは亡命難民の底がです。まあその泳いで来たというのは。 本当なのかどうななのかなんかん全く濡れてなかったなんていう話もあってまだわからないみたいなんですけども本当ならば20キロぐらいを国後島から泳いできたとまあ必死に脱出して命からがらたどり着いて日本で住みたいというのが亡命ということなのかというあたりですね。 僕亡命とか難民という制度がどういうものなのかっていうのをよく分かっていなくてですね最近続いたじゃないですかスポーツ選手で日本に来て、えー、ミャンマーのサッカーの代表選手が母国のクーデターに抗議して3本指を立てる。 ポーズっていうんですか掲げて意思を表明してまあその人はですね難民認定されて日本で働けるということでなんかあの J リーグなんかを目指しているという話だったりあとはあオリンピックでね来日してですね 亡命を希望したベラルーシの陸上選手もですねポーランド大使館に駆け込んでそして帰国を逃れてポーランドに脱出という形になったんですかねあのー、こういうスポーツ選手で代表に選ばれて 国外に脱出したタイミングを見計らって亡命を希望するってちょいちょいありますけどその亡命したいために国外に出たいために頑張ってきたっていうところもあるのかたまたま国外で大会試合があるのでいい機会だ国から脱出したいと思うのか。 いいろいろこの亡命って考えさせられるなっていうかもちろんその残された親や家族がいてると思うんですよね。でそんなことをしたっていうのはもう国中にわかるわけじゃないですかオリンピック選手が国に帰ってこなかったとかサッカーの。 ワールドカップ予選に行ったっきりで日本で働き出したとかねじゃあその残された親とか特にそのまあ軍事政権であったり独裁者がなんていうような国の場合はですね自分がした行動によって迫害最悪の場合は 命を狙われるんじゃないかっていうようなことは絶対考えますよね普通ねそれでもそんなことになっても自分は自分がなんとか国外に脱出することによってゆくゆくはその家族とか親も救えるかもしれないっていう考えなんですかねあのー ベラルーシの選手は旦那さんもベラルーシにいたみたいなんですけどもすでに出国していたということでこう示し合わせて旅行かなんかの風にして出てたのかなでポーランドで共に生活するっていう,まあうまくいった例なのかもしれないですけどでもその旦那さんも。 陸上選手も親御さんとか親戚おるわけですもんね今後そのベラルーシで安心安全に暮らしていけんのかとかねこの亡命っていう制度と難民っていうのがどういうものなのかっていうのをちょっと調べたりしたんですけどもまああのー。 ほぼ意味は一緒というか申請する時にその国外にいる場合は難民でもうその亡命したいその脱出して暮らしたい国にいる場合は亡命というようなことになるということなんですけどもねその亡命者また難民保護の資格を得るには過去に母国で迫害を受けて母国に帰ると まあ、さらに迫害を受けるという十分な根拠に基づいた恐怖があって故郷に帰ることができないとかその人種宗教国籍政治的意見特定の社会的集団メンバーであるとか、まあ、とにかく迫害を受けるので助けてくれということに対して救いの手を他の国が差し伸べるかどうかということなんですけども。 まあ、たまたま今回はそのミャンマーのサッカー選手には日本が差し伸べたという形ですけどなかなか日本は亡命とか難民に対してすごい厳しいっていう話でねその入管ですかで亡くなってなんていうあの捕まえ不法滞在的に捕まえられてとかいうのがありますがそうなんですよ。その なんか日本政府としての対応というかあの簡単に認めてしまうと誰でも来てしまうとかいうのがあるらしくてなのでその単に出稼ぎではないのか本当に国で迫害を受けてるのかっていうのを調べるのとかが相当時間がかかるみたいなことを書いてありましたけども難しいですね特にまあ。 この辺やっぱ鎖国してたその時代の名残っていうかなかなか日本は島国で海外の移住者亡命難民を受け入れてこなかったっていう歴史からも厳しいのかもしれませんけれども最近ではあのアフガニスタンですよねタリバン政権になってそのもうタリバンが政権をね奪還したみたいなニュースで。 すぐにこう空港、アメリカの軍隊の,その飛行機に群がってる映像とかがあったじゃないですかあれって実際にその運がよければ乗せてもらって他の国にアメリカなのか隣国なのかに連れてってもらって降ろしてもらってその亡命や難民が認められるのかどうなのかまでニュースでちょっと。 伝えててくれてないのでとにかくあの群がってる衝撃的な映像だけ、ね、放映されてますけどその後その群がって乗れるのか乗れないの分かっててでももうあんなしがみついていけるわけないですからねそのとにかく怖くて国外にっていう現れなのかなんかその辺のことをまた詳しく。 知りたいななんて思うんですけど池上彰さんとかが今後やってくれたりするんでしょうか、うん、とにかくちょっとこのね最近続いた亡命や難民について疑問に思ったことを浅くお話しいたしましたそうこうでしたさよならバイバイ